くもチャンネル。はい、大将です。大神です。今日はですね、はい、前回に続きまして木村さんからホルモンもらったじゃないですか。もらいました。あれでおつまみ、ビアバーとかで好まれるおつまみ、うん、イギリスで、イギリス的なフィッシュ&チップスタルで、あれのモツ&チップス、気になりますよね、作ってみた。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。材料説明です。じゃがいも、小腸ね、まあ、小腸じゃなくてもいいんですけど、島腸とかでも全然いいです。まあ、お好みのホルモン、ニンニク、好みのハーブ、今日政治ですけど、ローズマリーとかタイムとかでも全然大丈夫です。山椒とかでもいいです。この前絹川さんに買った山椒とか、あれでも全然いいです。なくてもいいです。あ、でもあった方が美味しいかな。あと薄力粉、片栗粉、オリーブオイル、これも別にオリーブオイルじゃなくてもいいです。サラダオイルでもいいですし、ごま油でもいいです。じゃあ作っていきます。じゃがいもです。半分を半分、それを半分、まあナチュラルカットポテトってやつですだし、マックのポテトみたいな形でもいいんですよ。こんな感じです。カットしましたら水にさらします。濁ります。濁ったら捨てます。でまた周りについたでんぷんを落とします。またちょっと濁ります。でまあほぼもう濁りないじゃないですか。おまけでもう一回さらします。これぐらいで透明になったら OK。 そうしましたら水気取ります。ざるにあげといてもいいんですけど、そうしましたら袋の中にですね、薄力粉です。薄力粉1、片栗粉2ぐらいです。混ぜ混ぜします。混ざったら、もう入れます。こんな感じです。こんな感じですね。コーティングで、コーティング、これはとりあえず置いときます。ホルモンの下準備は 1.5 センチ角ぐらいでいいんですか。はい、次ニンニクです。4つぐらい、このお尻の部分を外してください。で、皮むきます。抜けたらですね、ほんの軽くです。もうみじゃってやっちゃダメです。少し潰れるぐらい、こんな感じです。そしたら仕上げていきます。コンロにまだ火かけてない状態でオイルです。ここにニンニクです。火にかけていきます。少しブツブツってなってきたら火落とします。もう本当に極弱でいいんで、大体油の温度140度ぐらいオイルでホルモン入れていきます。はい、芋も入れていきます。この状態でね、20分ぐらいです。140度ぐらいでずっと火を入れていく感じになります。20分後まで移動。オーソドックスなこういう鍋もね、もつ鍋もいいんですけど、これを動画にしたら絹川さん多分ポコなんで、ね、今日は特殊な鍋を作っていこうと思います。やっぱりこのもつのね、味も確かめないといけないじゃないですか。そうね、これは別で楽しみたいと思います。はい、そしたらですね、ニンニクがもう柔らかくなったら、これもう取り出します。これニンニクそのままね、カリカリ揚げてそのままつけてもいいんですけど、今回はこれをソースにしていきます。ニンニクが柔らかくなったら取り出します。ふにゃの状態です。はい、はい、ニンニク取り出しましたら、ここにお好みのハーブ、これ投入していきます。いい香り。お好みのハーブがですね、もう5分ぐらいするともうカリカリになるんです。なりましたね。こっちの方します。そしたら潰していってください。すぐ潰れるんで、軽く潰れたらここに塩です。ホワイトペッパーです。後から食材がね、いろいろ出てくるのがうちのチャンネルの仕事になりますよね。ここにフレンチマスタードです。お好みでマヨネーズ。うわ、これだけでも美味しい。これだけで美味しいです。十分美味しいこれだけでおつまみ。はい、これでソースの完成です。はい、だいぶカリカリになってきました。こっから先はもう好みです。もっとカリカリが良かったら、もうガリガリが良かったらもうちょっと揚げます。ちょっと食感が欲しいなと思ったらもうこれぐらいで大丈夫。揚げていきます。じゃがいもの方ももうほぼいいんですけど、ちょっと色付けたいんで、ちょっとだけ
温度上げます。はい、こんがりとね、上がりました。揚げたらここに軽く塩です。ホルモンの方にも軽く塩です。はい、こんな感じで完成ですね。この油なんですけど、うん、もったいないじゃないですか。これね、すごく美味しい油になってるんで、うん、これとりあえずこします。はい、完成です。できました。モツ&チップス。おお、モツ&チップス美味しそう。だけどこれ、うん、本当にビールによく合う感じなんで、うん、まあ、その検証としておかみが食べてもらいます。検証します。そういう感じですね。取れてるかな。なんか YouTube っぽくなってきましたね、うん、はい、うまいです。これをディップして食べてみたいな。いや、ポテト、まあ、ポテトのまま、いただきます。普通のポテトフライとはちょっと違う感じ。うん、違う、うまい。ニンニクの香りとか、うん、めっちゃいいよ。で、油も普通の油じゃなくて、うん、オリーブオイルとかじゃ。なんでやねん。モツの油が出てるので、うん、うまみがすごい。動物性の油がで揚げてるので、これはお酒が好き。これはジャンクですね。ジャンクですね。カロリーのことはこういうものは気にしてはいけません。ギルティーですね。そう、これとビールを飲んだら、うん、チャラ、うん、なのか。これをじゃあ、はい、じゃあそれをディップして。このディップやばいでしょう。お、いい感じ、いい感じ。おー、うわー、いただきます。うまーい。で、これは明日のこととか考えたら食べれないやつです、うん、けど間違いなくうまい。うまい、うまい、うますぎる。うますぎるよね。ちょっとご飯に乗っけて食べたいぐらいで。おお、ジャンクですね。ギルティー。やばいです。ちょっとこれやばいよ、ね、やばいやばい、もうやばいって言う、やばいしか出ないくらい美味しすぎる。これはね、ずっと食べちゃうね。けどもう明日人に会えない。会えない。もし明日人に会えないんだったら、明日会う予定の人と食べる、食べる、一緒に食べる、うん、これに尽きると思います。うまい。ちょっとこれはまあ年末年始の料理というよりもビアガーデン向きというか。そうだね、そういう外で食べる、ビアホールとかね、うん、そういったところで提供していただけるとビールが余分に出ると思います。ね、たまらないですね。たまらないですね。で、今日生のじゃがいも使ったじゃないですか、うん、冷凍のナチュラルカットポテトとか、あ、全然いいよね、全然代用できるので。動画用なの。今日は動画用にちゃんと作ったらこうなりますよっていう感じですね。で、ホルモンもの油も何回も使い回しすればいいと思います。あの油まだ他にも使い方いろいろあるので、うん、ちょっとおまけでちょっと紹介したいなっていう感じです。じゃあおまけいってみよう。おまけのこのさっきの油ですね、うん、ちょっと多めでいいですよ。ここにホルモンでもいいんですけど、うん、今日はベーコンですね。せっかくなんでホルモンも入れてみましょう。いいんですか。これは UK のパンクの人が好む食べ物と位置づけておりますので。ここに卵です。卵、それから少し塩です。ブラックペッパー、強め、強め、卵に油を吸わせる感じです。はい、そうしましたら茹で上がった茹で上がったパスタですね、はい、ここにさっきの油です。さっきの油絡めます。塩です。ブラックペッパーです。もうためらわずに味の素。おー、味の素。パセリで、よく絡めます。盛り付けます、はい、
これだけでも十分美味しいんですが、うん、動物性の脂肪が入ってますからね、うん、さらにいけない、いけないですよね、これはいけません、これはいけません、ね、ませんで、ここにパルメジャーノレジャーノを、これはいけません、はい、これはすごいですね、完成です、おまけ、有権の人が好みそうなパスタという、カルボナーラに…カルボナーラではないです、ないんだ、はい、そうなんだ、もつ玉パスタですね、はい、これは、これをパッカンしましょう、パッカンする前にとりあえず麺だけ麺だけ行ってもらって、いや麺だけ行きますね、はい、ここ、うわー、すごいんですけど、誰が出てくるの、あ、すごい、うまい、で普通にもうペペロンチーノやばい、やばいっすね、白米食べたい、炭水化物オン炭水化物好きですよね、うん、白米食べたいわー、ラーメンライスとか結構いける人ですね、うん、卵いってください、これを卵と絡めたらどうなるのか、はい、うわ、これを、そうですね、そうですね、これをですね、これをですね、ここですよ、ここ見どころは、見どころは、ここの黄身を絡めまして、絡めまして、絡めましての、一口がもつとベーコンを全部セットにしていただこうと思います、いただきます、やばいでしょ、美味しすぎます、やばいでしょ、やばいでしょ、これもつじゃないとこれできないんすよね、もつの油がもう最高っすよね、うまいっすね、いけない子だって言われてもしょうがないんですけど、さっきのディップのソースあるっすよね、これを味変でいっちゃってください、いいんですか、いけない子だ、いいんですか、もう口の周りテカテカになっちゃって、もう明日誰とも会えません、会えません、いただきます、これすごいんですけどやばいよね、やばいよね、いやー、やばいよね、これいただきます、うん、美味しすぎる、もつうまいよねこれすごい、うますぎる、もつのスペックを最大限引き出したパスタですよね、欲望のままにって感じですなんかおまけの方が盛り上がってます、間違いない おまけがメインみたいになってます、なんてます、大量に作って置いとけばこんなお茶の子さいさいでできちゃうので、うん、まあこれだけの感動をお客さんに味わってもらえれば、もうどこのテーブルでうまーってくるで、匂いもね、もう、うん、あの誘っちゃうんで、何あれみたいな感じになると思うんで、うん、そして食べてるお客さんの笑顔を見たら頼むよね、私みたいな顔がいっぱい、あ、いっぱい出たら、あ、そう、いや、ビールだね、うん、でも私はユーバリバー、ね、ユーバリバーとか、マリブコークとか、マリブコークも合いますね、そっちの方が原価的にもね儲かる、そんな感じで、そんな感じで、これはまた来年の夏ぐらいに向けて皆さんやってみたらいいんじゃないかなって思います、すごいです、仕込みほかっとくだけなんで低温で、ね、大量にやれば大量にこの油も作れるんで、うんうん、で揚げてちょっとね一瞬最後温め直せばこれできちゃう、ポテトは、ポテトもパリ揚げして、まあ、揚げておいてそれを冷まして冷凍しておけばもう一遍フライヤーで揚げれば同じことなので、冷凍のポテトってそういう感じです、あ、そうか、そうなんですよ、ね、そう、だけど中に味はちゃんと入ってるので、そのポテトはこのポテトになるんです、なるほど、はい、それを合わせるだけなんで、なるほど、要は炊き合わせっていうのがあると思うんですけど、ああ揚げ合わせみたいな感じで、揚げ合わせ、うん、なんか新しいことを作っちゃいました、そんな感じでやれば提供もスッとできるので、うん、いいのかなと思います、うん、はい、いいが取れましたね、でニンニクも大量にね使ってこのディップのソース
ね、にしておけばいいだけのことなんで、美味しい。これやばいですよ。やばいですね。これね、今日生地で作ってるんですけど、本当にローズマリーとか山椒とか、うん、そういったものでも全然大丈夫なんで。ローズマリーもいいね。ローズマリーね、ちょっとね、ニンニクをね消すかなっていうのも考えて今日は生地にしたんですけど、うん、ちょうどいい。タイムぐらいだったらちょうどいいのかな。ニンニクもそのまま生きるし、まあいろいろ皆さん試してやってみたらいいんじゃないかなって思います。うん、皆さんこれで満足してくれたかな。いや満足でしょ。本当かな。あとオレンジのリアクションで、あ、リアクションでね。リアクションでしょう。あ、これは美味しいなって多分絶対思う。それがバロメーターなんだ。俺がどんだけ喋っても伝わらないって。まあいいかな。ということで今回の動画が良かった方、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは次の動画で。バイバーイ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。